今日のスケジュールを教えてください。レッスンでも営業でも準備は万端です。戦慄のマッドドクター、一体どのようなお話なのでしょうか。小鳥ちゃんにおすすめされたのよね。ホラーサスペンスらしいけど、とても恐ろしいシーンがあると口コミなどで話題になっているようです。ふーん、ま、子供騙しじゃなきゃいいけど。あ、そろそろ始まるみたいだよ。私はとても怖かったです、マッドドクター。夢に出てくるかもしれません。プルプルプロデューサー、これは一体何ですか。打ち上げなどと言いながら私たちにこれほど恐ろしい思いをさせるなんて。もしやあなたこそがマッドドクターなのですか。人をもてあそばずにはいられないほど歪んでいるのですか。ももこちゃん大丈夫？当然だよ。ああ、やっぱり子供騙しだったね。そうなんだ。ももこちゃんはすごいね。でも私は、ちょっと怖かったかな。ふーん、そうなんだ。じゃあ、ももこが手を握っててあげようか？じゃあお願いしようかな。ありがとう、ももこちゃん。琴葉さんもみんなも大人なのに怖がりだね。ほんとしょうがないんだから。うん、面白かったわね。まさか結末があんなことになるなんて。真相を知ってから本を読み返すとまた違った発見ができそうです。二度おいしい。舞台も映画もそうですが、お芝居というのは不思議なものですね。七尾さんが言っていました。普段の自分と違うことができるからお芝居は楽しいのだと。はい、私も今回のお仕事で同じことを感じました。同時に少し不安も感じました。いつもの私とは違う私を、みんなは、特にファンの人たちはどう受け止めるんだろうと。
私たちのいる現実と映画の中の私たち、同じ人なのに全く違って見えるんだものね。はい、その場所に身を置くというのは緊張しますけれど、でもとてもとても楽しいことですね。そうだね、私も演劇のそんなところが好き。つむぎちゃんがお芝居を好きになってくれて嬉しいな。うん、そうだね、ママ子もライバルが増えるのは大歓迎だよ。機会があったらまたこのメンバーでお芝居がしたいわよね。今度はお客さんをたくさん笑わせる役もやってみたいです。うん、練習するぞ。私はやっぱり次もアダルティな魅力を活かせる役がいいわね。私は焦らなくても大丈夫だよ、つむぎちゃん。私たちきっとどんな役だってできるから。そうだよ、だからお兄ちゃん、これからもちゃんとお仕事取ってきてよね。プロデューサー、湯飲みが空ですよ。入れましょうか。皆さん、本当に、本当にありがとうございます。温かい応援のおかげで、最後まで演じ切ることができました。これで、亡くなった仲間たちも、きっと、プロデューサーさんに続いて、あの人まで。なんて恐ろしい。私たち、みんな殺されてしまうのかしら。かつて劇場に潜んでいたという、あの、屋根裏の道化師に。司会者さんから紹介もあって、次に順番に質問が。ああ、プロデューサー。はい、ちゃんと事前に確かめておかないと不安で。やっぱり舞台上でも立ち位置を確認しておいた方がいいかな。うん、でも。そうですよね、みんなも一緒なんだし。あ、すみません、プロデューサー。私、自分の不安にみんなを付き合わせようとして。今からこんなことじゃダメですよね。しっかりしなきゃ。そうですよね、お客さんが楽しんでくれれば。あの、プロデューサー、今回の映画は
皆さんに楽しんでもらえるでしょうか。いえ、私もそのために頑張りました。ただ今回の作品は今までとだいぶ違うので、だからもしかしたらファンの方たちを幻滅させてしまうかもしれないと思って。そうですよね。プロデューサー、ありがとうございます。私プロデューサーに甘えてばかりですね。稽古の時もわがままを言ったりして。それは素直に嬉しいです。私も桃子ちゃんと共演できて楽しかったです。このみさんやまつりさん、みずきちゃんは頼もしくて、つむぎちゃんは一生懸命で、そうですね、どうすればいいか分かりました。私なりに楽しんできます。ありがとうございましたプロデューサー。まだまだこれからですよね。頑張ります。そろそろ次の課題に挑戦させてください。アイドルのお仕事って素敵ですね。教えていただいたことは忘れません。これでも暗記は得意なんですよ。迷うこともあります。でも私にはプロデューサーの支えがありますから。私いつの間にか成長してたんですね。ずっと無我夢中で走っていて気づきませんでした。たくさんのことを乗り越えて私はここにいる。そのことがいつか自信になってくれたら。これもプロデューサーが私を導いてくれたおかげですよね。本当にありがとうございます。公演のポスターすごくいい感じですね。雰囲気も綺麗に撮ってくださってありがとうございました。お兄ちゃんはニコニコしてるだけの大人になっちゃダメだよ。ねえ、あなた本当に疑いは晴れたの？刑事さんも言ってたでしょ？殺人ピエロがまだこの劇場に潜んでいるのかもって。マドリーンも気をつけた方がよくってよ。特に得体の知れない新参者にはね。ふん、私があんな子に演技で負けたりするものですか。そうよ、あの子はヒロインにふさわしくない。
このミリオン座のスターは私だってこと。絶対に証明してみせるんだから。ちょっとお兄ちゃん、こんなところで何してるの？そろそろ本番が始まるんだから、撮影の邪魔だよ。そうなんだ。いいけど、スタッフさんに迷惑かけないようにしてよね。でも、桃子を見てたなら、今日は特別に許してあげる。ねえ、リハーサルの桃子の演技、どうだった？上手だったとか、普通のこと言ったらダメだよ。桃子は女優なんだから。演技が上手だなんて、そんなの当たり前でしょ。もっとちゃんとしたこと言ってくれなくちゃ。ちょっとお兄ちゃん、それって問題じゃない？桃子の役はお客さんに嫌われないとなんだけど。お兄ちゃんがそう言うからには何か考えがあるんだよね。桃子に説明してくれる？そろそろそこどいて、撮影始まっちゃう。もういいって言ってるでしょ。桃子、これからすごく大事なシーンの撮影なんだから。ちょっと桃子、向こうで集中してくる。衣装とメイクのチェックもあるし。絶対こっちに来ちゃダメだからね、お兄ちゃん。アイドルのしがたま、桃子なら楽勝だよ。桃子の表現力でみんなを虜にするよ。桃子は完璧だから、他の子を教えてあげようかな。桃子の実力はまだまだこんなものじゃないよ。ちゃんとついてきてね、お兄ちゃん。次のライブはまだ？たくさんのお客さんたちが成長した桃子の姿を見たがってると思うな。桃子、アイドルとしてもうまくやれてるよね。ま、桃子なら当然だけど。お兄ちゃんもなかなか頑張ってると思うよ。桃子ほどじゃないけど、一応認めてあげる。一回しか言わないからね。ありがとう。それじゃ、次のお仕事に行くよ。ずっと長いこと待ち望んでいたわ、ミリオン座の新作舞台を。
主演にふさわしい女優は、この私よ。